皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは自分の人生の責任から逃げないということについてお伝えしていきたいと思います。ご自身の人生っていうのは自分で選んできたことのたくさんの 何十万回何千万回選んできた選択してきたことの、結果の積み上げが今のご自身を作っているということになっています。もちろんその人生っていうのは自分のものだけであって他の人の人生をなぞっているわけでもなく、環境があったにしてもその選択肢をすることによって今の自分の環境を作っているっていうことなんですよね。だからよくねお話に聞く部分でありますけれども、例えば同じように貧しい家に育っても、グレる人と、例えばそれを反発心にしてね、反骨の精神でスポーツ選手ですごく有名になって大成功する人とかもいたりするじゃないですか。そういうのも結局出だしの貧しさは変わらないのに、その方の心持ちで人生を生きる生き方が変わることによって結果が変わってきているっていうことなんですよね。だから自分がこういう状態になっているのは誰かのせいだとか環境のせいだとか、そういうことを言っていると全然前に進めないんですよね。例えば私の場合には開業とか集客、自宅教室の開業とか集客のコンサルをやってるんですけれども、自分の人生に責任を持っている方っていうのは主体的に自分の人生をどうにかしていこうというふうに動こうとする方が多いです。だけれども主体的に人生を決めてない方っていうのは夫がダメだと言うからできなかったとか、子供がいるから諦めていたとか、いろいろとこう 何かしらの理由と事情をですね挙げて自分ができなかった言い訳をする方が多いんですけれども、本当にやる人ってあんまりその関係なく、じゃあ例えば旦那がダメだって言うんなら旦那さんを説得するとか、子供がいるからって、産んでるのはねご自身なわけですから、それも含めた状態で今やりたいことがあるんならどうできるかを考えるかとか、で今どうしても無理だって自分が判断するんだったら、じゃあ数年後だったらやれるのかとか、そういう考え方をしていくことをしないと、いつまでたってもやりたいことが私できないんですという人になってしまうんですね。やりたいことができないのではなく、やらないっていうのが私答えに近いと思ってるんですよ。やらないっていうことを本人が選択してるからできてないだけっていうことですね。やりたいと思う人はやっぱりやっているし、その環境をどうにか整えようと頑張る方も多いです。だから自分の人生の責任から逃げないと決めた人にはそういう決めることができる人生が訪れるので、そんな点をねなんかうまくいかないなっていうふうに感じている方はぜひ一度自分の胸に手を当てて、どういうふうに自分が生きてるのかなっていうのを考えてみるっていうのも大切なんじゃないかなっていうふうに思います。それでは。